さーて、今日も陰ボケ東京やってくグか。ールリインボーク。え？重要、米林最高プロデューサーからのご挨拶。アイス、リインボークユーザーのみんな元気にしとるかね？ふふふ、タイトル画面を見てびっくりしたかな？この度なんと私、米林最高がプロデューサーに就任したなり、かっここれでリインボークを最高の好きにできるぞな、グフフ。プロデューサー就任を記念してサイコが至るところに出現するぞ。例えばほら、サイコの好きなガシャとか、駆逐とか、駆逐って漢字どう書くんだっけ？ま、存分に楽しんでくれたまえ。かっこ本当は働きたくないけど、ママンが一日だけでもやってくれたら、お給料アップしてくれるって言うから、てんてんてん、かっこ閉じ。というわけで、なんかすごいことになってますが、ガシャと駆逐、あと至る所にいるって言ったら他にもいるのかな。今んとこね、ガシャの方にこんな感じで、派遣ガシャ、サイコ、属性ごとに4体来てますね。ということで、ガシャがですね、1回、無料で引けるのかな。これ確定なのかな。ちょっと、提供割合の方見ていこうか。確定だね。ムカデのサイコ。マジか。確かに、これ、ムカデカネキと 一緒だよね、ポーズが。やってくれたね、これ、インボケ運営。俺、こういうの待ってま、俺、たまんね、俺、これめっちゃ好きだよ、これ、季節物でさ、こうやってふざけてさ、こう限定キャラとか出してくんの、マジで、大好物なんで、またやってください。頼みますよ、インボケ運営さん。というわけで、今回、4回ね、聞いていきますか。これはね、太っ腹だね。いやでもさ、俺びっくりしたよ。今お風呂入ってたんだけどね。今12時36分ぐらいにこの動画撮ってんだけど、4月1日の。まあエイプリルフールっていうことをすっかり忘れてて。で、ツイッターパーって開いたらさ、何これ？最高。東京グールのさ、インボケの公式乗っ取ってんじゃんと思って。やってくれたねと。米林最高って書いてある。ムカデの、なんだっけ。ムカデの最高。めっちゃいいね、これ。で、これあれかな？ 1 回だけだかなとか言いつつ、あ、あれか、どこを引いても結局1個ずつ勝手に、あれだね、消えていってくれるんだね。で、4回引いて、とつるのにはあと2人いるんだよね。これ全部消えちゃうのかな？ガシャでも確定枠とか設けて、引かしてくれたりはしないんだろうか。で、ムカデの最古と。いや、やってくれたぜ、上さん。俺、マジ、こういうの大好物よ、本当に。いや、だから、こういうのは、ソシャゲでしかできないことだから、まあ、季節、まあ、こういう、エイプリルフールネタとか、どんどん活用してね、盛り上げていってほしいとは思うんだけど、2周年も来て、今もう最高潮にね、盛り上がってると思うんで、もうみんなが待ちに待ったコクリア・カネキとアリマが来て、で、エイプリルフールの流れよ。次は、なんかあったっけ？ゴールデンウィークぐらいかな。てか、ゴールデンウィークって言うと、ゴールデンウィークリゼが俺欲しいんでね、ちょっと、復刻してくれ。単体ピックアップで確定枠まで引くから。で、駆逐ですよ。来てるんですね。じゃあ一回ちょっと駆逐やっていくか。パーティー編成の方ちょっとさせてください。はい、ということで、米林最高駆逐 やっていきますか。ひらがない、かわいいな、駆逐って。使っていくパーティーこんな感じでね、やっていこうと思います。待てよ、もしかしたら、これって、死神を右上に置くより、こっちの覚醒の兼器、標榜兼器を置く方がいいのかな？覚醒後スキル、スキルの覚醒後スキルが似たのは防御力0.7倍にして、敵単、前衛攻撃力1.8倍。ああ、前衛か。どうなんだろうな。1.8倍10連ダメージか。ああ、2倍、ああ、死神の方がいいな。じゃあ、とりあえずこれで、いきましょう。敵が、火属性かな？ん？何これ？今実績でムカデサイコ手に入った。マジ、そういう感じなのか。わお。ログインしました。今画面出てきたぞ。あ、ドクソドアップで。とりあえず殴ってブレイクさせるのはありまでさせましょう。よし。で、ありまでブレイクさせていきます。どれだけダメージ叩き出せるかな。望み通りか。よいしょ。で、カネキでも撃ちます。
まだダメ、まだダメで、58番ぐらい出てますね。で、死神が、まあ、特攻かかってないけど、どれぐらい出せるんだろうか。45万、6万ぐらいですね。じゃあ、とりあえず、これ、有馬の方がいいのかな。有馬を覚醒させたいが、ちょ、あいつが何してくるか分かんないから、とりあえず、金木を覚醒させるか。で、この1ターン目は、あれだね。金木にスキル打たせたいから、一回ここで覚醒して、で、金木の方にシフトを使わそう。んで、ああ打てなかったな。だからハイロを出して、ここでもう一回シフトを使います。つかでかいなサイコサイコめちゃくちゃでかくないか。あまり舐めるなよ。めっちゃかっこいい。僕だ。ザン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 。多分こいつもしかしたらさ、あんま何もしてこないんじゃないか。そんなことないのかな。めちゃくちゃ強い攻撃ドカーンって打ってきたり。自分の武器耐久値を全回復。それだけなのかな。あ、それだけっぽいな。じゃあここまた有馬さんでブレイクさせていきます。で、有馬のブレイクバーストアウト。待って、これ武器耐久値今あいつどんだけ残ってる。あー、見ればよかったな。武器耐久値どれだけ残ってるんだろう。なら有馬を覚醒させてっていう手もあるんだけどな。まああいつ多分何もしてこないようなんで、まあ、ここは早送り久しぶりに使おうかな。もし何もしてこなかったら次早送りでちょっと飛ばしますか。ちょっと有馬さんの火力見たいし。あー、今殴るべきだったな。有馬でミスって一回タップ多くしちゃった。この豪華メンバーどう。すごい豪華メンツじゃない。せっかくだし、もうあれか、火力気にせずここ有馬覚醒させていきますか。僕だ。あいつもしかしてあれかな、武器耐久値も毎ターン回復してくれるんだけど、もうフルでできるけど、別に有利属性じゃないしな。お前が初めて、お前が初めてだ。あ、待って、この金木覚醒できるじゃん。せいで使ってスキル打って。久しぶりに使ったな、このね、フェスゲンの凶暴金木。もうかなり強いキャラクターなんですよ。待機って言ってんのかな今。そうだね、下がれとか、あのシフトするときはそういう系の言葉になる、セリフに。ステージはここなんか意味があるのかな。あ、なんか来たぞ。敵前衛こういう風に2倍のダメージ。やば、怖っ。これどんだけ撲殺サイコどんだけ火力出すんだろうな。まあ、今金木がいるからこんな状態だけど。あ、回復してこなかったぞあいつ。まあ何も考えずにやっていくか。じゃあもう武器耐久値も回復してないし、適当にやってもいけるものと思われる。駆逐でお願いします。まさかムカデをさ、あのサイコとやってくると思わなかったよね。エイプリルフールのネタをやってくるとは思わなかった。去年なんかあったっけ。てか去年って今の時期なんかリニューアルかなんかでバタバタしてたんだけど、本当は3月末にリニューアルする予定だったんだけど、まあ、なかなかうまくいかずね。5月末ぐらいに1週間ぐらいメンテしたのかな。懐かしいな、思い返すと。1年前はまだリニューアルしてなくて、アタッチメントをつけてね、戦ってたりしてたもんな。駆逐っていうシステムはあったよね。うん、あったと思う。確かヤモリの駆逐とか、まだ 3D の、キャラクターイラスト使ってた時の覚えあるぞ。押し通す。
そこ、まあ、こいつが優秀なのはスキル、覚醒スキルは5ターンの間っていうことですね。多分誕生日が3ターンじゃなかった、あれ確か。はい、お前が初めて、お前が初めて、嘘つけ。太古にその袋クイーン系を捧げたのが初めてよ。お前が初めてだ。まあ確かにこれは化け物級のデカさ、格蛇級のデカさだな。そういやさ、ドン。で最終ターンですね。ここもまた武器耐久値回復してこなかったな。僕だ。まあ最後はそうだな、僕だ、オールさんにでも出てきてもらえますか。もっと早く出しておくべきだった、出血なら。出血でもうちょいダメージ稼げたかもしれないから、1ターン目ぐらいに最後の1個のシフト使って出すべきだったんだろうか。お前が初めてだ。でオール出して、まあ19では多分たまらんだろう。で最後打ってもらうスキルを、金木のかぐねがうね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 して、シュカーク終わりと。どれぐらい出てたダメージ、1億はまあ出たんじゃないかな。それにしてもでけえ。カグネ出すかと思ったら、そういえばこれはあれだね、誕生日の最高だからカグネは出さないんだったね。撲殺ダメージレポート見ていこう。アニマさんが、1億3000万ですね、3200万ぐらい、トータルでダメージが出て、アニマさんが5700、まあ、5800万ぐらい、金木が4300万、死神が2200万ぐらいということで、こんな感じでした。エイプリルフール、まさかこんなことをやってくると思わなかったんで本当に意表をつかれましたね。また今度ね、ゴールデンウィークとか映画の時とか、いろいろイベントが起こっていくと思うので楽しみにしておきます。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。